お願いします。ブラジルの大島で、インターネット上ではのオニオっていう名前でちょっとそこそこ活動してます。で、今日15分っていうセッションで、5分の質疑応答があるというのを間に受けちゃって、ちょっと10分ぐらいでもしかしたら早く終わっちゃうかもしれないですが、ランチなのでゆっくり行ければと思います。よろしくお願いします。で、ボヤージュグループということで、ランチスポンサーということで、ちょっと紹介をダダッとさせてください。大体こんな感じです。ちょっと一番目がオフィスが切れたのはちょっとバカっぽいんですけれども、どういうことかというと、実はちょっと去年引っ越して、こんな感じのオフィスで僕ら働いています。これ、普通に写真ぐらい撮ってもらったものじゃなくて、自分がアンドロイドのスマホで撮ったぐらいでもこんな感じっていうぐらいのところなので、非常におしゃれだなと。で、その場所にこう車内バーがあったりとか、で、この車内バーで、ちょっとエンジニア中心なんですけれども、ポッドキャストをやったりするので、もしよろしければ聞いていただけると嬉しいです。で、さっきのアジト、実はちょっと弊社、エンジニアのイベント、勉強会、自由に貸し出ししてます。場所は渋谷です。なので、もしちょっと勉強会会場困ってるなとかありましたら、気軽にご相談いただければ、会場の貸し出しと、あとはピザとお寿司、あとお酒を提供させていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、次も、料金管理事業ということで、ボヤージュグループ、実は複数の事業をやっていまして、3本軸に対して、大量のサービスをこうやってるっていう感じになってます。で、会社一つでエンジニアチームが一ついるではなく、各事業部ごとにエンジニアチームがいるというような状況になっています。で、今日ちょっとスライドのタイトルにもなるんですけれども、最後の、事業を支える独自の開発文化ということで、例えばその技術への利用に関しても、先ほどの事業部ごとに技術をいろいろ使っています。で、この辺はやっぱり他の会社さんでもこういった取り組みをしているところは多いなというのは最近感じてはいます。が、うちの会社で、他の会社さんではない、特殊な文化として、技術力評価会というのがあります。で、これは何かというと、そのエンジニアの評価をエンジニアが行うという仕組みです。これ実は査定にも関わっていて、グレードランク、そこら辺にも関わっている、本当の評価です、会社の。それをエンジニアがやるということをやっています。で、これが他の会社さんでは見ない、独自の文化で、かつ、もう8年ほど、この技術力評価会をやっていて、で、この評価会をやることによって、自分も新卒から入ったのですが、いろいろとこう、設計の勉強をしようと思ったりだとか、あとはその、DDD 文脈でいう、ドメインの理解のところですね。そういった部分をしっかり頑張ろうと思ったきっかけにもなったので、ちょっと今回はタイトル据え替えさせてもらって、実際じゃあ技術の評価会どんな感じなのかっていうのをざっと紹介させていただければと思います。で、ちょっとこの先ほどあった図なんですけど、技術の評価会、やってる形としては、まず評価者が、いろいろこう仕事をやったものをネタとして、で、評価される側ですね。で、評価者が、2名体制で、その、評価される側を評価すると。で、その後で実際、あなたのやった仕事はこうこうこうでしたという結果があり、で、フィードバックを行って、で、それを評価者は受けた上で、さらに次の仕事に生かす。このサイクルを、進めています。で、実際、ちょっと、ざっと、技術評価会の、具体事例というところで、ちょっと簡単に、自分を例にちょっとお話しさせていただきたいと思います。自分は、2012年にボヤージュグループに新卒で入社をして、で、入社して、全く右も左もわからない状態で、突然その、アドテク事業、広告配信事業ですね、超ド新規プロジェクト、本当にゼロの状態ですね。そこに、アサインされまして、で、先輩、2名と、あとは、自分が、ペーペーでペロッと入っちゃった、みたいな、結構、すごい環境に入れさせていただいたっていう感じになっています。で、ペーペーなので、全体の、設計だとかそういったものは、先輩が引いた上で、自分はその中で、広告配信事業に必要だった、レポートの機能、そこの、作成を、やっていきました。で、実際ちょっと先ほどの、技術評価会の、このサイクルからちょっと、順に追っていきたいと思いますけど、自分がレポートの機能を作っていきましたと、で、準備をしていって、で、最初のレポートのやつなんですけれども、ちょっとすいません、細かくあれすると多分時間があれだと思います。結構ポンチ絵です。大体こんな感じの、
先輩が最初に、コードベース、全体の設計コードとかを書いていただいた上で、それを見ながら、なんとなくサービスっていう名前があるなとか、まあ、コントラマって、まあ、データベースからなんか引っ張って情報を渡してって、そういう感じなのかっていうところで、まあ、こんな、形で、設計をちょっと組んだっていう感じになりますね。で、レポートのところなので、一番まあ、モデルとして重要なところとしては、まあ、ここら辺の、ちょっと下の方なので見えないかもしれません。まあ、レポートに出すときに、まあ、配信の数値と、あと売上がセットになってればいいということで、まあ、こんなモデルを組んで、それを、物理テープ設計に落とし込んだという形になってました。で、ただ、これをやっていく上で、まあ、結局、まあ、先輩の目に言われ作ったんですけれども、まあ、サービスなんかやったらでかいと、CPM がでかい。で、かつ、モデルのところに関しては、一回リリースして動かした後に、実は売り方がいろいろ違うと、まあ、ビジネス部分の理解不足ですね。そこのところがあって、実際このテーブル、まあ、モデルを使って、次の仕事をやっていくには、かなり厳しい状態になったというのが見えたっていう仕事内容を持っていって、評価会に行きました。で、実際その評価をしてもらった後の結果が、まあ、大体こんな感じで。で、この評価会の一番いいところは、まあ、ダメ出しって聞くあれなんですけども、まあ、指摘を受けた上で、かつそれにどういうふうに、アプローチをかけてあげれば、まあ、次成長できるよね、もっとサービスを加速させられるよね、ということを、書いてくれます。ここら辺とかはそうですね、まあ、先輩のアドバイスを鵜呑みするのはちょっと厳しいよね、まあ、自分で一生懸命考えていこうよね、と、まあ、いろいろそういったところを、まあ、コメントでいただきました。で、まあ、これはコメントなので、その後、まあ、実際に、その対面のフィードバック、その評価者の人と一緒に、まあ、いろいろこう、コメントいただいたんですけど、ここってどうすればいいですかという具体的にアドバイスをもらえる時間があります。で、まあ、ここら辺で、まあ、その先輩が実は、DDD、ドメイン駆動開発ですね、それのエッセンスを設計に入れました。で、だったら、まあ、なんとなく模倣することはできるんだったら、まずはその DDD ってものが何かをちゃんと勉強した方がいいんじゃないかと。で、プラス、まあ、先ほどそのモデルの、レポートモデルのところですね。そこのところに関しては、まあ、ちょっとビジネスの理解が浅かったよね。もうちょっとそのビジネスに対して理解を深め、ヒアリング、検討を繰り返さないといけないよね。そういったところを、まあ、アドバイスいただいて、まあ、皆さんも、まあ、見たことがある方いらっしゃると思うんですけど、このエリック・エヴァンスさんのドメイン駆動設計ですね。これをまあ、早速買って、まあ、読んでみたんですけれども、まあ、なかなか、新卒テイペイで、エヴァンスさんの昔話が全く理解できないっていうひどい状態だったんですけれども、ただまあ、そこの中からそのエンティティなり、サービス、リポジトリ、そういった単語ベースで、まずは理解を深めていって、で、なんとか、どういうものなのかっていうところを学んでいきました。あと、プラス、ここが一番重要だったんですけれども、その、まあ、サービスを使う人、で、その人たちに対して、まあ、ヒアリングと、まあ、じゃあ、それだったらこういう設定をしとかないと、後で苦しいんじゃないかというのを何回も行いました。で、その結果、次の評価会ですね。では、まあ、ちょっとまたポンチで申し訳ないですけども、だいぶこう構成が変わりまして、まあ、なんとなくちょっと DDD に出てきているような単語が増えてきたかなという感じにはなっていると思います。まあ、リポジトリが入る、まあ、エンティティという概念が出来上がり、そしてまあサービスもまあ、ビジネスドメインごとに切っていく。で、かつモデルのところが、まあ、複数の売上っていうものを、管理させるために、まあ、ちょっと売上のところの明細だけ分けてみた。まあ、こんな形で、新しいサービスを、まあ、ほとんどちょっと最接近に近かったんですが、やっていきました。で、また評価結果が返ってきて、で、まあ、こんな形で、まあ、実際そのレポートサービスは、まあ、少し時間はかかったんですが、一旦、新しい形で、追加機能開発も可能になり、うまくできるようになったよね、という、そういった評価結果をいただきました。で、まあ、ここの次の評価のところで、まあ、一番、やっぱり自分が今でも大切にしているところが、最後の、必要最低限かつ拡張しやすい設計。で、ここは、まあ、もう7年、8年、エンジニアをやらさせていただいてるんですが、まあ、いろんな設計論、まあ、手法ありますが、突き詰めると、やっぱりこの拡張しやすい。これがサービスを加速させる一番重要な点。だから、まあ、ちょっと、ソリッドの原則で言うと、まあ、オープンクローズド、開放閉鎖原則。そこがやっぱり一番重要で、自分が一番、大切にして開発をしているところになっています。まあ、こんな形でその技術力評価会っていうものを、まあ、繰り返しこのサイクルを行うことで、弊社エンジニアもサービスも継続的に成長していく、そんなことをやっています。
で、まあ、ちなみに結構まあ7年経ってるんですけど、まあ、改善しつつ、まあ、今でも自分が一番最初にこうやっていたものに関しては動いているので、まあ、良かったかなという感じになっています。で、10分ちょうどですね、申し訳ありません。ご清聴ありがとうございました。大島さん、ありがとうございました。ただいまより質疑応答を受け付けますので、ご質問がある方は挙手お願いします。やっぱ質問があるんですね。黙ったので、止まったんですが。あ、全然。いや、もしあればよろしくお願いします。あ、どうぞ。AI 同士が評価し合うという話を聞いて、非常に興味深いなと思いました。大島さんも、また別のどなたかのエンジニアさんを評価されたっていうことですか？あ、します。あ、で、その時にどういう観点で大島さんは評価されたのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。はい。自分が観点、そんな評価するときの、まあ、重要な点としては、やっぱりビジネスとして妥当かどうか、その設計、まあ、あとはその施策が、まあ、単にこう、なんですかね、自分がやりたかったから、こういう技術使いたかったからではなく、まあ、本当にこうサービスのためになっているのかっていうところを中心にまずは見ていっています。ありがとうございます。他に質問がある方はいらっしゃいますか？そちらの。そのエンジニアがエンジニアを評価するというので、はい。それが結構珍しいことなのかどうなのかっていうのが気になって、割とエンジニアがエンジニアを評価するっていうのは世間一般的なイメージだったので、どういう利点が。そうですね。ちょっと自分も渋谷界隈の企業さんのそういったところとの方とお話ししたレベルなので、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、ただその査定だとか、あとはその会社のグレード制度、そういったところに直結した評価っていうものが、やっぱりちょっと自分はあまり聞いたことなかったっていう形で、他の会社さんもいろいろ弊社の技術協会を聞いて、ちょっと真似してみました。ちょっとやってみようと思います。となっても、やっぱりいろいろこう大変で、なかなか継続できませんでしたってお話もあって、やっぱりこの会社のグレードだとか査定に関わるようなところになってくると、結構大変なんだろうなっていうので、あまりちょっとこうないんだろうなと、そういった感想があります。お金に直結するような評価をエンジニアが同士でするのはあまりないと。おそらく、ちなみにこの会場でそういった評価をされてるっていう方いらっしゃいますか？ああ、1名、はい。でも、そんな感じです。ちょっと世間を少し知れました。他に質問のある方はいらっしゃいますか？これをもちまして、質疑応答、あ、すみません、見えます。いらっしゃいます。すいません。先ほどエンジニアはエンジニアを評価するって話で、どういったつながりのエンジニアを評価されたのか。例えば、職種が同じとか、あと、業務が同じとか、同じチームに入ってるとかいうのがあると思うんですけど、どういったつながりで評価するエンジニアはつながっているんでしょうか。別の部署のエンジニアですね。自分たちのやっている仕事領域と同じエンジニアではなく、全く違う第三者、まあ、弊社の違う部署のエンジニアの方に評価をしてもらうという形になっています。それは、まあ、第三者として公平に評価するためにっていう。そうですね。公平にというところもありますし、まあ、その自分がやった仕事を第三者に分かりやすく伝える、そういったところも、やっぱりそのサービスを作る上では、まあ、非エンジニアの方とも喋る機会とかもたくさんあったりだとかもあるので、そこは違う部署のっていう意図もあったりはします。ありがとうございます。他に質問のある方。素敵なプレゼンありがとうございます。今回のプレゼンで非常にこれをやると素敵だなっていうのは非常に伝わったんで、あえてちょっと難しい質問かもしれないんですけど、じゃあもしこれがなくなったら私はこれが不安だなっていう、あってよかったら
じゃなくて、もしなくなったらこれが怖いっていう思いが何かあったら、ぜひお聞きしたいです。評価会がなくなったらという質問で、あ、はい、はい、それでいうと、あの評価会がなくなると、あのこの評価会ってその、まあ、違う部署、あとは最近だとその外部のエンジニアの方にも評価してもらうっていうのを入れてるんですけれども、あの第三者に説明するっていうことは、結構その、なんですかね、転職だけではないんですけれども、自分をこうなんか第三者にアピールしたりだとか、どういうふうにこう論理的に説明するかっていうところが、身につくっていうところがあって、例えば社内の本当にその事業部だけの、なんかもう、指揮出す言語だけで固まっちゃって、あうんの呼吸でできるっていうような、そういったなんかタコツボ化みたいな状況を防げるっていう狙いがあった、狙いが出てくるので、そこがなくなると、ちょっとこう、自分の価値ってどこにあるのかっていうのはちょっと不安になってきたりはします。最高の回答です。ありがとうございました。ちょっといろいろ噛んじゃいました。すみません。時間となりましたので、これをもちまして質疑応答を終了させていただきます。大島さん、ありがとうございました。改めて拍手をお願いします。